今回は3月19日のアップで情報修正が入ったノーマルシングルETA を紹介。効果時間が 7.3 カウントから 7.7 カウントになったよ。当チャンネルではたびたび使っていて扱いに少し自信のある計略やから試合もこだわって選んだよ。計略は三国志大戦の竜然と同様の式と合流で各部隊の兵力が多いほど武力が上がる。通常兵力で最大武力プラス5、兵力の101以上あればプラス6になるから、舞台流派との相性が良い時代三国志を 4.5 コス1を採用することで金龍の指導からのコンボが可能。黒勢力で最大兵力を増やせる計略は時和御前、坂田金時、武蔵坊弁慶、千葉佐、名子。戦記では金龍の指導、太陽と月の双剣、戦記装備は火力アップにもなる兵3つがおすすめ。一見相性良さそうに見える時和御前は闇兵の向上力不足になりがちな点は注意。報復の時だけは強いんだな。流派発動。一の方どけ。撃つわ。この間な。どけ。悪いな。ならばその目で見極める。主に侍、敵を斬る。死ね。逃がさん。そりゃ。死ね。効果時間差でカウンターを狙いたかったけど、お相手の引きが上手。とはいえ兵力有利は取れたし、今のうちにもう一度チャージしたい。流派発動。二の方。どけ。うわよ。そりゃ。あるじに侍、敵を斬る。どけ。うわよ。ならばその目で見極める。発動。二の方。どけ。どけ。たわけが。撃つわ。悪いな。切られる時が来たか。ギリギリでひねり出したこの軸作用を生かして最後にフルコーンを叩き込む流れを作りたい。報復の時。悪いな。そりゃ。どけ。悪いな。ならばその目で見極める。戦機開放。
先には再生が金竜の主導と舞台流波を合わせた場合完全無欠で最大浮力プラス9。少年衝突ではまず負けない火力で攻め込みたい。ここまでやっても指揮者は1リードやから次の指揮さんはこちらが先。しくじったか。悪いな。さあ天下をかき乱せ。どけ。そりゃ。どけ。無理。どけ。お前さんは残さなくても良さそうだ。そりゃ悪いな。次会ったらごひいきに。流派発動三の方。そりゃ切られる時が来たか。遥か先を打ち抜け。くそ、こんな雑魚に。どけ。今回は2試合やるよ。存分に戦ってやれ。撃て。よく来ましたね。ちょうどいい。君を痛めるできる。うん。どけ。どけ。貴様、名を名乗る。どけ。そんな。撃て。うらよ。うらよ。死ね。どけ。逃げるが勝ちってね。うらよ。一の方撃て。うらよ。くそ、こんな雑魚に。切られる時が来たか。任せろ。バー君だけは強いんだな。往復の時。撃て。
今に全ての勝利が俺たちに微笑む。撃て！どけ！俺のやり方でこの世界を切り開いていくぜよ。撃て！ここ岩なり撤退前に反逆を打ち損ねたのはデイタです。ランってのは生きるための戦いだ。逃げるが勝ちってね。戦機解放。この国を俺が選択しちゃる。流派発動。二の型。どけ。流派発動。一の型。流派発動。二の型。悪運だけは強いんだな。主に侍、敵を斬る。まだ相手の努力プラス2が続いてるのを見て主人の強さを実感。撃て！俺のやり方でこの世界を切り開いていくぜよ。戦機解放。戦の先には再生が待っておるぞ。おらよ。おらよ。その先には四季小屋からこの流れでも連打が可能なのも強み。飛ばしやがって死んでも知らねえぞ。静かに遊んで暮らせたらいいんだがな。